Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about the Pythagorean theory of music chord. It is said that Pythagoras first discovered that the first and fourth strings, when sounded together, produced a harmonic interval of octave, for doubling the weight had the same effect as halving the string. Then Pythagoras created Pythagorean theory of music chord after that. After approximately 2,000 years later, Raffaello painted Scuola di Atene, or the School of Athens, on the walls of the stanza. There, in the painting, many philosophers are identified, and among them, we can see Pythagoras with a board. Today's story is about the mystery of the board. 今日の謎はピタゴラス音階についてです。ピタゴラスというのは紀元前570年に生まれたギリシャを代表する哲学者かつ数学者ということになります。そのピタゴラスがピタゴラス音階を発見しました。1オクターブの発見がピタゴラス音階の発見へつながったと言われています。が、それから約2000年後、ピタゴラスをラファエロが絵画にして書き残しています。スタンザの壁画として書かれたアテネの学堂という絵画の中でです。その左下の方に書かれているのがピタゴラスです。その横には1枚のボードがあり、ピタゴラスはピタゴラス音階についての説明をしていると考えられています。で、私はそのボードに書かれた謎の説明について謎解きに挑戦していました。謎解きにはかなりの時間がかかりました。が、これはその少し後に分かったことですが、すでにその謎を解いていた人が別にいることが分かりました。論文としてすでに発表されていたのです。が、これで謎が終わったわけではありません。アテネの学堂は、先にも言いましたように、ラファエロがルネサンスの時代に書いたものです。ピタゴラスの時代から見ても2000年後です。その2000年後に、ラファエロはどうやって、またどうして、ピタゴラスのピタゴラス音階のことを知ったというのか、という謎です。同じくアテネの学堂には、当時まだ発見されたばかりの地球儀や天球儀も書かれています。ラファエロは博学であったといえばそれまでですが、当時の教育制度を思いやっても、またラファエロの経歴を調べてみても、それにふさわしい学んだ歴史が浮かび上がってきません。謎が謎を呼びます。ともあれ今日はもう一度ラファエロの書いたアテネの学堂と、その中に描かれているピタゴラス音階について書かれた冒頭について考えてみます。少し古い動画でわかりにくい点があるかもしれませんが、その動画をこの後につなげておきます。どうかご覧になってください。Bye for now. Hello, this is Makote and Hiroshi Hayashi, Japan. Mystery of School Athens. Pythagoras' Music Chord. 皆さんこんにちは。Makote さん、元気になられまして、本当に嬉しく思っています。早速情報をいただきました。このビデオは938はですね、936に続くものです。926を先に見ていただくと内容をよりよく理解していただけます。926をご覧になった方はこれをご覧ください。なお926は3分49秒後から始まります。で、それを見た後、またここに戻ってくださいますと内容をより深く理解していただけます。これがラファエルの書いたアテネの学堂ですね。ここにいるのがピタゴラスですね。間違いありません。いろいろ議論ありますけど、ピタゴラスです。このピタゴラスがですね、ちょっとこう妙な石板を持ってるわけです。この図なんですね。この図は何かということなんです。それでマコテさんがですね、情報を集めてくださいました。そして、まあこうした、この図をですね、正確に、まあ模写した図といいますか、ごめんなさい。送ってくださいました。マコトさんが、この図ですね。で、私の知る限りこの図が何であるかということは誰も知りません。また解読した人はいません。わかりません。それは調べてみないとわかりませんけど、今のところ今いないと思います。が、しかし、このビデオを見てくださればこれが何であるか皆さんは理解していただけると思います。私はここの4つの数字に着目しました。6、8、9、12と並んでますね。もうこれで謎が解けました。6と12はちょうど倍数ですね。ここにヒントがあるわけです。つまり、これは
音の周波数を示しているわけですね。6Hz 対 8Hz は3対4。すなわち、4度の関係ですね。音楽で言うと。そしてここは 9Hz 対 12Hz。これも3対4で4度の関係です。さあ、次を見てみましょう。ここは 6Hz 対 9Hz は日に直しますと2対3で、これは5度の関係です。ピタゴラスは5度、5度、5度、そして戻ってというふうにして音階を作っていきました。ここも 8Hz 対 12Hz ですから、2対3の関係になりますね。読んで割ってください。このように、これも5度の関係なんです。これは音の周波数の、まあ、関係を示すと同時に、これはですね、まさに、ピタゴラス純正調のですね、音階を示している。実際の音で聞いていただきます。証明できましたね。これはまさしく音階、いわゆる純正音階を作るときの、まあ、発見しかできませんけどもね、ピタゴラスの場合は、12弦じゃなくて発見で、5弦がまあ無駄になるわけですけども、黒い鍵盤がね、まあ、純正音階を作ったという、これが証拠になるわけです。すなわち、先ほどのアテネの楽堂に、座っているのはピタゴラス。そしてこれはまさに純正を、音階を作っているピタゴラスの、説明図ということになります。続くビデオをご覧ください。Thank you. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Keimiya, Japan. Mystery of Raffaello Santis. Why could Raffaello paint it? Scala di Athena. アテナの学堂の謎。ラファエロはなぜその絵を描くことができたか。まあ、今日は音楽の勉強を最初にさせ、しましょう。ちょっと難しい話ですけども、ラファエロの謎を解くには大変重要な話ですので、どうかお聞きください。これがピタゴラスが持っているっていうかそばにある石板なんですね。でこれは何かということなんですけども、私が知る限り今までこの謎を解いた人はいません。でこれは何かということですと、これは波形ですよね。少しはまあ本当に難しい話ですけども、これは皆さんの音楽のなといいますか勉強にもなると思いますから、ぜひ最初に聞いてください。これはサウンドウェーブですね。周波数を表す波形です。で、これを 1000Hz と 2000Hz、端とか端までを 2000Hz にします。なんでもいいんですよ。500から500と1000でも、2000と4000でもいいんですけども、ともかくも、例えば 1000Hz と 2000Hz にします。この間を1オクターブと言いますね。ちょうど倍数ですね。波形の関係をオクターブと言います。で、この、3分の2と、それから、3分の2までと、それから3分の1と、それから 2000Hz までの間を、間を取ります。そうするとここで、この 1000Hz かと 2000Hz の音を分化することができるんですね。で、今見ましたように、この間を1オクターブとします。そして真ん中が 1500Hz となります。中央が 1500Hz。これ、3000を2で割って1500にしたんですよ。そして、1000対 1500Hz の関係は2対3、すなわち完全5度の関係なんですね。これはピタゴラスの石板には書いてありません。それから今度は 1500Hz 対 2000Hz は3対4、周波数の関係ですよ。周波数の比率で3対4になります。これは完全4度の関係です。まあ、音楽、勉強なさっている方は皆さんご存知かと思いますけども。それから、今度は、1500と2000で3対4で完全4度の関係です。
ヘルツ数で分けますね。周波数で。そして、1000Hz 対 1250Hz。これは、5000Hz を2で割って、さらに2で割って、オクターブで割って4対5にしたんですよ。これを超3度の和音と言います。超3度の関係ですね。そして、線体。ここから鉛筆のからの下の部分は、ピタゴラスには書いてありませんので、私の方で補っておきます。線体、1250対1500は4対5対6で、超酸和音の関係です。そして、1250対1500は5対6で、炭酸和音の関係ですね。このように、この、図はですね、まさに純正和音。本当に等分した場合にはね、ピタゴラスコンマといって音にズレが出てくるんですね。ですから平均して、同じようにゼロをね、分散したのを平均率と言いますけども、ピタゴラスの場合は純正和音を作ったわけですね。そして、これが、ピタゴラスの、まあ、純正和音を表す波形であると。問題はなぜこの、ラファエルがですね、1500年代にですね、音が、音波であること、波形で表せることを知っていたかなんです。ね。ということで続くビデオをどうかご覧ください。Thank you very much. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Mystery of Raffaello. ラファエロの謎。ラファエロも明らかにエイリアンに助けられていました。で、そのラファエロの謎を解く前に皆さんにラファエロが描いた一枚の絵を見ていただきたいと思います。アテネの学堂という、まあ、彼の代表作であります。ラファエロは1483年に生まれ、1520年に亡くなっています。このアテネの学堂はですね、彼が27歳の時に描いたものです。27歳です。ここにいるのはピタゴラスです。いろいろな説がありますが、彼はピタゴラスです。断言いたします。その理由はですね、彼のこの男性の右下にある、まあ、石板ですかね、チョークで書かれたこの板なんです。ここを見てください。棒が1本、2本、3本、4本並んでますね。これは和音なんです。それを皆さんに説明いたします。例えばですね、1、これを 1000Hz とします。2を 2000Hz、3を 3000Hz、4を 4000Hz、5本はありませんけども、5を 5000Hz とします。周波数ですね。そして 1Hz から、 1000Hz から 2000Hz まではこれ1オクターブなんです。そして 3000Hz になりますね。それを2で割って1オクターブ下げます。そうしますと 1500Hz になります。そして今度は同じようにですね。4000Hz を2で割ると 2000Hz になって1オクターブになりますが、5000Hz を2で割ると 2500Hz になります。さらに2で割ると 1250Hz になるわけです。こうしてオクターブを割ることによって音階を作っていくわけですね。純正音階です。そして並べてみますと、順番に見てみましょうね。上から、まあ、1000Hz、2000Hz、まあ、番号を振りましたので、番号でこれから言います。1番の周波数と2番の周波数の比率は1対2で、これ1オクターブの関係です。1番と3番は 1000Hz と 1500Hz の関係ですから、2対3ですから完全5度。3番と2番は3対4で完全4度の関係ですね。で、1対5はですね、4対5で超3温度です。超3度ですね。超3度の和音です。そして1対5対3はですね、4対5対6になりますから、超3和音ってことになるわけです。和音ですね。そしてから 5番目と6番目は5対6の比率になりますから、炭酸和音になるわけです。まさにこれは和音の研究をしているわけです。ピタゴラス音階と言われている純正音階の研究をしている。ですからこの男性は、ピタゴラスであります。問題はですね、なぜラファエロがこの絵を描けたかということなんです。ピタゴラスが発見したからピタゴラス音階と言うんですけども、じゃあなぜそのことをラファエロが知っていたかということなんです。若干27歳の画家ですよ。そんな画家がですね、当時は今のようにね、勉強っていうか学問の制度もなかったであろうし、ラファエロがどこかで音楽の勉強したってことも考えられませんが、この図を見るとわかりますね。ダヴィンチとラファエロは非常に深い関係にありました。ラファエロはフィレンツェへ行くと、まず最初に会ったのがダヴィンチだったわけです。
Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about harmony in masks or masks in harmony. Whichever it is, all you have to do is just to listen to the music in masks. You can hear beautiful harmony in masks. あなたはモスクのハーモニー、あるいはハーモニーに包まれたモスクを聞いたことがありますか？どちらであるにせよ、あなたはただ耳を傾けるだけで良いのです。あなたはモスクに美しいハーモニーが流れているのを聞くことができます。モスクの天井側にはその美しいハーモニーが満ち溢れています。それをこの動画の中で説明します。今ご覧いただいているのは和音と形の関係です。例えば1オクターブの周波数の比は1対2ですね。それを整数倍、つまり60倍しますと60対120になります。60対120です。その比はちょうど正三角形と正六角形の内角比になります。正六角形の中には正三角形が6個できます。2つの形がきれいに調和します。同じように、完全4度和音の周波数の比は3対4です。それを整数倍しますと、90対120になります。その比はちょうど正四角形と正六角形の内角比になります。また、超3度和音の周波数の比は4対5ですね。それを整数倍しますと、108対135になります。その比はちょうど正五角形と正八角形の内角比になります。つまり、和音は正多角形で表現できるということです。これは私、林博士が発見したことです。続くビデオの中でそれを詳しく説明しますが、こうした正多角形が私はイスラム教のモスクの天井画の中に組み込まれていると判断しています。つまり、モスクの天井画はこうした和音を絵画として表現したものではないかと。まさに神々の絵画。神々のハーモニーということになります。今ご覧いただいているのが超3度和音の表です。周波数比は4対5。それを整数倍しますと108対135になります。正五角形の内角が108度。正八角形の内角が135度です。で、正五角形と正八角形を組み合わせてみます。まあ、いろいろな形が考えられますけども、例えば、こうしてくっつけてみますと、まあ、こういう形ができるということですね。これはあくまでも例です。いろいろなバリエーションが考えられます。そして、こうした形がですね、モスクの中に組み込まれているのではないかとですね。で、それをこれから考えていますが、今これが、超3度和音ですね。そして、これが、完全4度ですね。そして、最初に言いました、1オクターブの形です。このように、和音と形。形と和音は密接に関係しているということです。そして、こうした形がですね、モスクの中に組み込まれているのではないかということですね。しかし、モスクの形はそれ以上に複雑でして、もっとなっていますが、まあ、ミュージカルなものではないかと思っています。和音だけではなくてね。で、こうした形が組み込まれています。モスクの天井画です。あるいは天井画の基本形です。まあ、注意深くご覧ください。いろいろな正多角形、形がですね、繰り返し繰り返し、まあ、組み合わせられています。で、こうして見ていくとですね、例えば、このモスクの天井画の中にはですね、中心に、まあ、六角形があるということですね。そして、その周囲に、まあ、正四角形があるということですね。これは、まあ、完全4度の和音に一致すると。まあ、そういうことですね。あるいは、この形、モスクの、まあ、基本形ですけども、見ていただいたんですけども、中心に八角形があります。そして、四方に五角形がつながっています。八角形と五角形ですね。まあ、星は五角形と見ます。そうしますと、これが超3度和音に等しいと。まあ、和音と、こうして形が組み合わせられ、そしてそれがですね、モスクの天井画に、それが表現されているということです。
まだこれからさらに謎を解いてみたいと思いますが、続くビデオの中で、その和音と形の関係を説明します。不思議な不思議な関係です。どうかご覧になってください。Bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. God's Harmony. 神々のハーモニー。847号を、再編集してみました。Hello, this is Hiroshi Hayashi and Mireryu Japan, Mystery of Harmony, 謎のハーモニー。一週間ほど前、Mireryuさんがですね、一枚の写真を送ってくださいました。それには形と言葉が並んでいました。その形と言葉について今日は林博士の理論を解説いたします。右上がその写真です。で、その中にはですね、アリストテレスとピタゴラスの言葉が並んでいます。実に不可解なと言いますか、意味不明な言葉です。世界は音階と数字で成り立っている。アリストテレス。数は世界万物の根源であり、数字の一つ一つは、にはそれぞれの意味がある。ピタゴラス。今日はその意味を解説してみます。まあ、これがミリリュウさんが送ってくださった、まあ、写真ですよね。そして、この線、形にはそれぞれの意味があるというわけです。まあ、それについて、の議論はさておきと言いますか、まあ、この本を多分ですね、お書きになった先生の解釈だと思います。まあ、では私の、まあ、解釈というか、私の説明をいたします。このビデオを見てくだされば、アリストテレス、ピタゴラスの言った意味が分かっていただけると思います。なお、このビデオは2014年の今年のですね、5月にすでに発表したものです。どうかお楽しみください。Thank you very much for watching and bye for now. This is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri Japan, Mystery of Frequency. Pythagoras knows this fact.謎の周波数。ピタゴラスはそれを知っていたか。アメリカ在住のドラゴンファイさんという方がですね、この自然界のものと、それから周波数ですね、音の周波数とは密接に結びついているという話をいただきました。それで私は私なりに調べてみました。で、まず最初にですね、この形と周波数の関係を調べてみました。三角形は内角が120度ですね、正方形は90度です。というように、ここに数字が出てきます。この数字を、今日は着目してみました。で、何かの関連性があるのかな、ということで、調べてみましたら、大変な事実が分かりましたので、報告します。和音という言葉がありますね。ちょうど周波数、ある一定の周波数が合いますと、大変心地よいと言いますか、気持ちの良い、和音を響かせます。で、完全4度は3対4、周波数の比はですよ。というふうに決まってるわけですね。そこで1オクターブは1対2。これは分かってますね。1オクターブは1対2、周波数の比は1対2ということになるわけです。そしてそれをですね、先ほどの、倍数にかけまして60、120になりますと、これは六角形、三角形の関係になるわけですね。正三角形と正六角形ですよ。で、完全4度は、周波数の比は3対4なんですね。これは今まで分かっております。それをまあ倍数にしますと90、120になりまして、これは四角形、六角形の内角、正四角形、正六角形の内角になるわけです。小三度は4対5の周波数比になっています。ですから、それを倍数しますと108対135になりまして、これは正五角形、正八角形の内角の角度に一致するんですね、皆さん。それから、単三度は5対6の周波数比率になっています。そこで、倍開始しまして90対108になりまして、これが正四角形と正五角形の、内角の角度に一致するわけです。さらに、超三度和音は4対5対6っていうふうになっていますので、それを倍数、倍、
倍数をかけましてですね、正五角形、正八角形、正二十角形の角度と、これまた一致するわけなんですね。で、これは果たして、まあ、どういうふうに理解したらいいかということなんですね。炭酸和音はこういう比率で倍数にするとこうなって、正四角形、正五角形、正八角形になります。実際の音で聞いていただきます。以上が事実ですが、ピタゴラスはこのことを知っていたのでしょうか。つまり私が今ここで皆さんにお見せしたことを知っていたのでしょうか。彼は同時に数学者でもありました。ですから私は彼は知っていたと思います。その記録はありません。まあ、ピタゴラス音階となるわけですね。オクターブは周波数の比率が1対2、これはもうご存知の通りです。で、完全5度は2対3というふうに彼は発見したわけですね。で、それを5度重ねて7音階になる。それを11回積み重ねて12音階になる半音階を作ったと。まあ、それがピタゴラス音階なんですね。で、結論を言いますとですね、正多角形の内角の角度の周波数が組み合わさった時だけに、音には美しいハーモニーが生まれるということなんです。それを発見したのは私ですけども、じゃあ実際にピタゴラスがそれをしていたかどうかということについてはわかりません。ただ、これと同じと言います。この謎がですね、実は、イスラム教のモスクに私は、感じるんですね。一見この、まあ、てかほとんどのモスクの模様はですね、模様はですね、まあ、なんて言いますか、装飾用に書かれているわけですよね。装飾的に、まあ、それを、まあ、数学を利用したかどうかは別にしまして、幾何学的に書かれているわけですけども、中にはですね、そうではないと思われるものもあるわけですね。この続くビデオにもう一つビデオをくっつけておきますけども、例えば、いろんな多角形を組み合わせて作った模様もあるわけです。で、そういうのを私は見るたびにですね、まあ、見るたびに何か意味があるんじゃないか。ということを考えたわけですけども、その一つの手がかりがですね、いわゆる多角形、いわゆる正多角形を組み合わせることによって、まあ実は、まあもちろんいろんな意味があるでしょうけども、音を表している。もっと言いますと、調和。もっと言いますと、ハーモニーを、こうしたモスクの天井画が表しているんじゃないかと思います。まあまあそう思う、その理由が次のビデオです。どうかご覧ください。Thank you very much for watching and see you next time. Bye. Discover website writes as follows to answer the question, what is an hour for humans? The answer simply is that a second is 1/60th of a minute or 1/3600th of an hour. But that's just pushing the question down the road a bit. After all,What's an hour? That answer is related to the best means of timekeeping ancient civilization had, that is to say that the movement of the earth
through the heavens, etc. and etc. 1時間を60等分したのが1分。その1分を60等分したのが1秒ということになっています。が、なぜ1時間が1時間なのか。ディスカバーウェブサイトは次のように書いています。古代文明の人たちは地球が1回転する時間を24時間とし、それを24等分して1時間とした。つまり、1時間は天空の動きと深く関係があると。が、では、古代の人たちはどうやってその1回転する時間を知ったというのでしょうか。それについてはいろいろな説がありますが、私はこう考えます。太陽が同じ位置から同じ位置に戻るまでを1日、つまり24時間とした。それを6時間ごとに4等分し、モーニング、アフタヌーン、イーブニング、ナイトとした。そしてさらにそれぞれを60等分して1秒が決まったのではないかと。また、従来説ではこうした視点で1日イコール24時間、1時間を60等分して1分、1分をさらに60等分して1秒としたと。つまりこれが常識的な考え方ということになりますが、実は私はその反対ではないかと考えています。逆です。つまり最初に1秒の長さが決まっていて、それを60倍したのが1分、さらに60倍したのが1時間、さらに 6×4 倍したのが24時間イコール1日。つまり 60×60×6×4 イコール86400秒で1日になったと。言い換えると、この地球はちょうど86400秒で1回転するようになったということになります。が、こんなことを言うと、そんな偶然があるかと皆さんは思われるかもしれません。確かにそうです。ちょうど86400秒で1回転するように地球は自転していると私が言えば、そんなバカなと皆さんは思われるかもしれません。当然です。いや、その前にどうやって1秒の長さが決まったのかと思われる人もいるかもしれません。絶対的な1秒というのがあるのか。あるとすれば、古代の人たちはどうやってそれを知ったというのかと。それについてはこれから私が説明しますが、私はあのピタゴラスはそれを知っていたのではないかと考えています。ピタゴラスは音階を調べているうちに周波数という概念を知り、それから1秒の長さを知ったのではないかと。その1秒を60倍して1分、さらに60倍して1時間、そしてさらに 6×4 倍して1日。その1日はちょうど地球の自転秒数と一致したというわけです。繰り返します。その1日はちょうど地球の自転秒数と一致したというわけです。これこそまさに宇宙の大法則ということになりますが、つまりこの時間の謎の向こうには途方もない宇宙の大法則が隠されていたということになります。言い換えると、この地球の自転すらも決めてしまうような宇宙の大法則です。その宇宙の大法則が銀河系、太陽系、地球の動きまでコントロールし、さらに大気を揺るがす振動数までコントロールしているというわけです。それをこの動画の中で説明しますが、その前に私がそのような疑問をなぜ持ち始めたかについて作った動画をまず皆さんにご覧いただきます。2013年8月に作った大変古い動画です。広し林浜祭りジャパン。皆さんこんにちは。今日は誰が時を決めたのか、
あるいは皆さんはそんなことを考えたことありますか？時間、分、秒ですね。で、もし私がですね、古代ギリシャ人たちがですね、秒を知っていたと言ったら皆さんは驚かれると思います。実は古代ギリシャ人たちは秒の長さを正確に知っていた可能性があります。これはその物語です。まず一日は私たちは学校でですね、どうしてまあ時間、分が生まれたかってことを1日を24に分けて24時間にしたわけですね。その1時間を60に分けて60分にしたわけです。そして1分を60に分けて 1秒としたわけですね。ごめんなさい。そうすると 1日はですね、86,400 秒となるわけです。というふうに私たちは学校で習いましたが、本当にそうでしょうか？考えてみてください。この考え方はですね、非常におかしいんです。で、どこがおかしいかというとですね、例えばですよ、古代の人たち、まあ現代人でもいいんですけども、1日をね、24時間に分けると言いますけども、どうやって分けるんですか？線引きのように線で引くわけにいかないんですよね。で、1日をですね、24に分けるって簡単に言いますけども、具体的にどうやってやるんですか？日の出から日没までを、例えば12等分したって、これダメなんですよ。っていうのは、緯度、経度によって、緯度によっても全然日没、日の出の時間が違ってきますからね。それじゃ1時間を60に分けて、それを1分にしたと。それじゃ1分を今度60に分けて1秒にしたと。どうやって分けるんですか？分けられないでしょ？おせんべいを分けるわけとのわけが違うんですよ。じゃあどうやって私たちは1秒の長さを知ったかということなんです。古代の人でもいい。あるいは、学校で習ったことが、実際にこう、なんて言いますか、本当に実際にあったのかなと思うと、ありえないですね。そこで古代のギリシャ人たちはですね、実は1秒の長さを知っていた可能性があるんですね、正確に。どうやって知ったかということについては、これからゆっくりと話しますが、例えば、ピタゴラスなんですね。ピタゴラス。ピタゴラスという人はですね、ちょうどお釈迦様が生まれた時期と同じ頃に、まあ、活躍したギリシャに、まあ、古代ギリシャの、まあ、賢人と言いますか、哲学者なんですけども、まあ、ピタゴラスの定理で有名ですね。このピタゴラスはですね、同時に音楽家でもあったんですね。そして音をですね、まあ、研究してですね、ピタゴラス音階というのを発見しているわけであります。で、ピタゴラス音階というのはですね、まあ、音をですね、まあ、オクターブ、1オクターブをですね、5つの音階、音度、5度、音に分けるわけですね。まあ、ちょっと、詳しく話しますと、要するに、1オクターブってわかりますか？後で言いますけれども、例えば、時報を示すときに、ピー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 ンって音出ますね。あるいは、440Hz から 880Hz という、ちょうど1オクターブ高い音が出るわけです。で、まあ、そうしたことをですね、ピタゴラスが、まあ、発見しましてですね、さらにそれがですね、まあ、ピタゴラス音階、まあ、ピタゴラス音階は多少誤差が出るんですけどね、有名な、なんて言いますか、コンマっていうのが出てくるんですね。1オクターブは、だから、まあ、音楽の世界では1200セントというんですけども、ピタゴラス音階ではわずかな誤差が出るんです。まあ、これは純正調音階ですけども、C がですね、どの音だと思ってください。例えばこれ 2000Hz としますね。で、4対5の、周波数で分かれているのが、これがミの音ですね。分かりつけますと 2500Hz になるわけです。で、今度ミについて今度ソが G がソになるわけですね。ドミソーとなるわけですね。で、これが5対6に分かりますから、3000Hz になるわけです。今度は、ドからソまでは2対3の割合になりますから、ちょうどこれで 3000Hz で、これで綺麗な和音を、生むわけです。ところが、ピタゴラス音階の場合はですね、わずかながら1200分の24コンマでしたかね、エラーが出るんですよね。で、まあ、こうした研究をしてたのがピタゴラスなんですけども、ということはですね、ピタゴラスはですね、実は周波数を、これ知ってたってことになるわけですよね。音の周波数を。わかりますか？例えば、今ちょっと言いましたように、音が、例えば時報の音をちょっと真似してますね。ピー、ピー、ピー、そして、ピーンと出るわけですね。ただいまから4時15分をお知らせします。っていうのはあれです。で、これは1000から2000って倍になりますと、これは1オクターブになるんです。こうして 1000Hz の音と 2000Hz の音を出しますと、音が重なるんですね。綺麗なその音になる。ところがですね、2001Hz になりますとね、ちょうど1秒、正確に1秒につき、1、1、
ハウリング、うなりが出るんです。2002ヘルツにしますと1秒につき2ハウリングが生まれるんですね。ハウリングというのはワンワンっていう音ですね。ですから3ハウリングというとワンワンワン、1秒間のうちに3つのワンワンワンという音が生まれるんですね。これをうなりというんですけども、ピタゴラスはそれを知っていたんですね。1ヘルツ違いますと、ちょうど正確に1秒ごとに1ハウリングの、うなりの、そのうなりが、うなりが出ることを知ったわけです。わかりますか？1000に対して2000の1オクターブならうなりは出ませんけれども、2001になりますと、1秒につき、ワーンっていううなりが出るんですね。で、これを使いますと、正確に1秒の長さを知ることができるんです。毎1秒ごとに、ワーン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 というふうにできるわけです。そこで私たちは学校で、1日を24時間に分けた、1時間を60分に分けた、1分を60秒に分けた、そして 1日は86,400秒と習いましたけれども、実は逆なんです。最初に1秒の長さが分かってたんです。そしてですね、それを、逆にですね、86,400秒で地球が一周回るように調整したんですね。え？と思われるかもしれませんね。地球の自転をですね、86,400秒にごとに一回回るように誰かが調整したんです。地球の自転すらも調整した可能性、された可能性があるんですよ。え？と思われるかもしれませんけれども、月がそうでしょ？月は絶対に裏側を見せないでしょ？自転数が完全に調整されている可能性があるわけです。で、皆さんはこんなことは不可能だっていうふうに思われるかもしれませんけれども、逆に考えますと、実はエイリアンたちは時間の長さをですね、音の周波数で決めていたということにも、まあ、これちょっと可能性ですけども、大変大きな可能性として残るということです。今日はとんでもない話をしたような感じがしますけども、皆さんこのビデオをもう一度見てよく考えてみてください。いいですか？1秒が先にあって、それを86,400秒ごとに地球を一周させるようにエイリアンが調整したかもしれないということなんです。あるいは神でもよろしい。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! え、現在は2019年2月23日ということになりますが、この動画を作ってすでに6年になります。で、ピタゴラスですけども、ピタゴラスはどうやら周波数という概念を持っていたようです。その証拠はラファエロがアテネの学堂の絵の中に描いていますが、それはさておきですね、ピタゴラスは周波数という概念を持っていたと私、林浩司は判断しています。それから生まれたのがピタゴラス音階ということになりますが、それについても別のところで論じましたので、ここでは省略します。ともかくもですね、周波数の中でですね、ちょうど1オクターブ違うと、波形が合うわけですね。つまり心地よい音となって重なるわけですけども、その1オクターブプラス1周波数違うとですね、ちょうど1周波数違うと1秒で1回うなりが生じます。例えば 1000Hz 対 2000Hz。であれば、これは1オクターブで音が重なります。ところが 1000Hz と 2001Hz ですと、ちょうど1秒ごとにワン、ワン、ワンといううなりが生じます。これはどの場合もそのようなうなりが生ずるということが分かっています。そして気温、あるいは気圧に関わらずですね、1Hz 違うとですね、1秒につき1回のうなり音が出る。ということが分かっています。つまりピタゴラスはですね、そのうなりを知ることによって1秒という秒数を知っていたのではないかということになります。で、その1秒を基準としてですね、1秒を60倍したのが1分、さらに60倍したのが1時間、さらに 6×4 倍したのが24時間イコール1日となったというわけですけども、ここで偶然にしてはありえない偶然が起きるということになります。ちょうど地球もですね、その86,400秒で1回転するということになるわけですね。つまり1秒から86,400秒を積み重ねたのが1日。しかし同時にこの地球はですね、86,400秒で1回転する。つまり偶然ではありえない偶然ということになるわけです。しかしそれこそまさに宇宙の
大法則ということになります。つまり宇宙の大法則がこの地球の自転の秒数にも重なっているということになります。ではその宇宙の大法則とは何かということになりますが、それは物理学の世界でいう動機であると説明されています。その動機について説明する前に、まずこの太陽系においても、まあ、偶然ではありえない偶然で惑星が運行しているということを皆さんにも分かっていただきたいと思います。水金地火星まで調べてみました。地球はもちろん24時間で1回自転します。上から水星金星地球火星です。それらの自転日数を並べてみるとこうなります。60という数字、さらに 6×4 という数字が並ぶことに注意してください。これも偶然なんでしょうか。まあ私たちは1秒を60倍したのが1分、1分を60倍したのが1時間、1時間を24倍、は 6×4 したのが1日だというふうに、まあそういった常識を持っていますが、本当にそうでしょうか。私は逆ではないかと思うんです。もう一度地球を見てください。86,400 秒で一回転します。水星はさらにその60倍の秒数で1回転します。金星はさらにその水星の4倍の秒数で1回転します。火星は地球と同じです。もう一度表にしてみます。上が、一番上から水星、金星、地球、そして火星ですね。数字に細かいエラーがありますので、この数字を鳴らして、そして表にしたのが、これです。比べてみてください。60、60、60という数字が並ぶことに皆さんお気づきになると思います。さらにですね、水星は2回公転する間に3回自転します。その比率は正確に2対3なんですね。ご覧の通りです。わかりやすく図示しますと、まずこの水星がですね、自転します。ぐるっとこれで1回自転したんですね。今度は2回目の自転に入ります。ちょうど3分の2ずつ回るわけです。そして、公転を2回終える間に、水星は正確に3回自転します。これも偶然なんでしょうか？木星です。木星には、まあ、たくさんのね、衛星が、まあ、月がありますけども、その中でも代表的なのが、イオ、エウロパ、ガニベダ、カリストなんですね。以前にも精査しましたけども、ここでは、軌道周期というものについて、もう一度簡単に触れてみます。これらの数字を直しますと、18、36、72という数字が浮かんできます。これらは 6×3、6×6、6×12 となります。このように数字が並ぶ現象を、物理学の世界では、動機という言葉を使って説明します。その動機について、こんな興味深い実験がありますから、皆さんに紹介します。この実験の中で注意していただきたいことはですね、最初はバラバラに揺らされたメトロノームがですね、わずかな動きを感知しながら、やがて同期して同じように動き始めるという点です。つまり宇宙、太陽系の惑星、並びにということになりますけれども、そうした諸々の全ての動きはですね、こうした動機によって同調する、あるいは調和するということになるというわけです。
According to the conventional theory, one day on the Earth was divided into 24 equal parts to make 1 hour. 1 hour was divided into 60 equal parts to make 1 minute. 1 minute was divided into 60 equal parts to make 1 second. But is this idea really correct? My theory is the exact opposite.従来説によれば、地球における1日を24等分して1時間とした。1時間を60等分して1分とした。1分を60等分して1秒とした。が、本当にこの考え方は正しいのでしょうか。私、林浩司の考え方はこの真逆です。The length of 1 second was first determined by the great law of the universe. And one day on Earth was said to be 86,400 seconds. That 86,400 seconds is 60 by 60 by 6 by 4. 86,400 seconds is 1,440 minutes. 1,440 minutes is 6 by 4 equals 24 hours. The 24 hours became 1 day of the Earth according to the great law of the universe. This is my theory.宇宙の大法則によって、まず1秒の長さが決まっていた。そして地球における1日は86,400秒になるように定められた。その86,400秒は 60×60×6×4 秒です。86,400 秒は1440分です。1440分は6×4 の24時間です。その24時間が宇宙の大法則に従って地球の1日になった。これが私の考え方です。広志林Hamamatsu City, Japan.
Discover website writes as follows to answer the question, What is an hour for humans? The answer simply is that a second is 1/60th of a minute or 1/3600th of an hour. But that just pushing the question down the road a bit. After all, what's an hour? That answer is related to the best means of timekeeping ancient civilization had, that is to say that the movement of the earth through the heavens, etc. and etc. 1時間を60等分したのが1分、その1分を60等分したのが1秒ということになっていますが、なぜ1時間が1時間なのか。 Discover ウェブサイトは次のように書いています。古代文明の人たちは地球が1回転する時間を24時間とし、それを24等分して1時間とした。つまり1時間は天空の動きと深く関係があると。が、では古代の人たちはどうやってその1回転する時間を知ったというのでしょうか。それについてはいろいろな説がありますが、私はこう考えます。太陽が同じ位置から同じ位置に戻るまでを1日、つまり24時間とした。それを6時間ごとに4等分し、モーニング、アフタヌーン、イーブニング、ナイトとした。そしてさらにそれぞれを60等分して1秒が決まったのではないかと。また従来説ではこうした視点で1日イコール24時間、1時間を60等分して1分、1分をさらに60等分して1秒としたと。つまりこれが常識的な考え方ということになりますが、実は私はその反対ではないかと考えています。逆です。つまり最初に1秒の長さが決まっていて、それを60倍したのが1分、さらに60倍したのが1時間、さらに 6×4 倍したのが24時間イコール1日。つまり 60×60×6×4 イコール86400秒で1日になったと。言い換えると、この地球はちょうど86400秒で1回転するようになったということになります。が、こんなことを言うとそんな偶然があるかと皆さんは思われるかもしれません。確かにそうです。ちょうど86400秒で1回転するように地球は自転していると私が言えば、そんなバカなと皆さんは思われるかもしれません。当然です。いや、その前にどうやって1秒の長さが決まったのかと思われる人もいるかもしれません。絶対的な1秒というのがあるのか。あるとすれば、古代の人たちはどうやってそれを知ったというのかと。それについてはこれから私が説明しますが、私はあのピタゴラスはそれを知っていたのではないかと考えています。ピタゴラスは音階を調べているうちに周波数という概念を知り、それから1秒の長さを知ったのではないかと。その1秒を60倍して1分、さらに60倍して1時間、そしてさらに 6×4 倍して1日、その1日はちょうど地球の自転秒数と一致したというわけです。繰り返します。その1日はちょうど地球の自転秒数と一致したというわけです。これこそまさに宇宙の大法則ということになりますが、つまりこの時間の謎の向こうには途方もない宇宙の大法則が隠されていたということになります。言い換えると、この地球の自転すらも決めてしまうような宇宙の大法則です。その宇宙の大法則が銀河系、太陽系、地球の動きまでコントロールし、さらに大気を揺るがす
振動数までコントロールしているというわけです。それをこの動画の中で説明しますが、その前に私がそのような疑問をなぜ持ち始めたかについて作った動画をまず皆さんにご覧いただきます。2013年8月に作った大変古い動画です。広し林浜祭りジャパン。皆さんこんにちは。今日は誰が時を決めたのか、あるいは皆さんはそんなことを考えたことありますか。時間、分、秒ですね。でもし私がですね、古代ギリシャ人たちがですね、秒を知っていたと言ったら皆さんは驚かれると思います。実は古代ギリシャ人たちは秒の長さを正確に知っていた可能性があります。これはその物語です。まず一日は私たちは学校でですね、どうしてまあ時間、分が生まれたかということを一日を24に分けて24時間にしたわけですね。その1時間を60に分けて60分にしたわけです。そして1分を60に分けて 1秒としたわけですね。ごめんなさい。そうすると1日はですね、86,400 秒となるわけです。というふうに私たちは学校で習いましたが、本当にそうでしょうか？考えてみてください。この考え方はですね、非常におかしいんです。で、どこがおかしいかというとですね、例えばですよ、古代の人たち、まあ、現代人でもいいんですけども、1日をね、24時間に分けると言いますけども、どうやって分けるんですか？線引きのように線で引くわけにいかないんですよね。で、1日をですね、24に分けるって簡単に言いますけども、具体的にどうやってやるんですか？日の出から日没までを、例えば12等分したって、これはダメなんですよ。っていうのは、緯度によっても全然日没、日の出の時間が違ってきますからね。それじゃ1時間を60に分けて、それを1分にしたと。それじゃ1分を今度60に分けて1秒にしたと。どうやって分けるんですか？分けられないでしょ？おせんべいを分けるわけとのわけが違うんですよ。じゃあどうやって私たちは1秒の長さを知ったかということなんです。古代の人でもいい。あるいは、学校で習ったことが、実際にこう、なんて言いますか、本当に実際にあったのかなと思うと、ありえないですね。そこで古代のギリシャ人たちはですね、実は1秒の長さを知っていた可能性があるんですね、正確に。どうやって知ったかということについてはこれからゆっくりと話しますが、例えば、ピタゴラスなんですね。ピタゴラス。ピタゴラスという人はですね、ちょうどお釈迦様が生まれた時期と同じ頃に、まあ活躍したギリシャに、まあ古代ギリシャの、まあ、賢人と言いますか、哲学者なんですけども、まあ、ピタゴラスの定理で有名ですね。このピタゴラスはですね、同時に音楽家でもあったんですね。そして音をですね、まあ、研究してですね、ピタゴラス音階というのを発見しているわけであります。で、ピタゴラス音階というのはですね、まあ、音をですね、まあ、オクターブ、1オクターブをですね、5つの音階、音度、5度、音に分けるわけですね。まあ、ちょっと、詳しく話しますと、要するに、1オクターブってわかりますか？後で言いますけども、例えば、時報を示すときに、ピー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 ンって音出ますね。あるいは、440Hz から 880Hz という、ちょうど1オクターブ高い音が出るわけです。で、まあ、そうしたことをですね、ピタゴラスが、まあ、発見しましてですね、さらにそれがですね、まあ、ピタゴラス音階、まあ、ピタゴラス音階は多少誤差が出るんですけどね、有名な、なんて言いますか、コンマっていうのが出てくるんですね。1オクターブは、だから、まあ、音楽の世界では1200セントっていうんですけども、ピタゴラス音階ではわずかな誤差が出るんです。まあ、これは純正調音階ですけども、C がですね、どの音だと思ってください。例えばこれ 2000Hz としますね。で、4対5の、周波数で分かれているのが、これがミの音ですね。分かりつけますと 2500Hz になるわけです。で、今度ミについて今度はソが G がソになるわけですね。ドミソーとなるわけですね。で、これが5対6に分かりますから、3000Hz になるわけです。今度は、ドからソまでは2対3の割合になりますから、ちょうどこれで 3000Hz で、これで綺麗な和音を、生むわけです。ところがピタゴラス音階の場合はですね、わずかながら1200分の24コンマでしたかね、エラーが出るんですよね。で、まあ、こうした研究をしてたのがピタゴラスなんですけども、
ということはですね、ピタゴラスはですね、実は周波数を、これ知ってたってことになるわけですよね。音の周波数を。わかりますか？例えば、今ちょっと言いましたように、音が例えば時報の音をちょっと真似してますね。ピー、ピー、ピー、そして、ピーンと出るわけですね。ただいまから4時15分をお知らせします。っていうのはあれです。で、これは1000から2000って倍になりますと、これは1オクターブになるんです。これも、こうして 1000Hz の音と 2000Hz の音を出しますと、音が重なるんですね。綺麗なその音になる。ところがですね、2001Hz になりますとね、ちょうど1秒、正確に1秒につき 1ハウリング、うなりが出るんです。2002Hz にしますと1秒につき2ハウリングが生まれるんですね。ハウリングというのは、ワンワンって音ですね。ですから3ハウリングというと、ワンワンワン、1秒間のうちに3つのワンワンワンという音が生まれるんですね。これをうなりというんですけども、ピタゴラスはそれを知っていたんですね。1Hz 違いますと、ちょうど正確に1秒ごとに1ハウリングの、うなりの、そのうなりが出ることを知ったわけです。わかりますか？1000に対して2000の1オクターブならうなりは出ませんけれども、2001になりますと、1秒につき、ワーンっていううなりが出るんですね。で、これを使いますと、正確に1秒の長さを知ることができるんです。毎1秒ごとに、ワーン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 というふうにできるわけです。そこで私たちは学校で、1日を24時間に分けた、1時間を60分に分けた、1分を60秒に分けた、そして 1日は86000、4000秒と習いましたけれども、実は逆なんです。最初に1秒の長さが分かってたんです。そしてですね、それを、逆にですね、86000、4000秒で地球が一周回るように調整したんですね。と思われるかもしれませんね。地球の自転をですね、86000、4000秒にごとに一回回るように誰かが調整したんです。地球の自転すらも調整した可能性、された可能性があるんですよ。と思われるかもしれませんけれども、月がそうでしょ？月は絶対に裏側を見せないでしょ？自転数が完全に調整されている可能性があるわけです。で、皆さんはこんなことは不可能だっていうふうに思われるかもしれませんけれども、逆に考えますと、実はエイリアンたちは時間の長さをですね、音の周波数で決めていたということにも、まあ、これちょっと可能性ですけども、大変大きな可能性として残るということです。今日はとんでもない話をしたような感じがしますけども、皆さんこのビデオをもう一度見てよく考えてみてください。いいですか？1秒が先にあって、それを86400秒ごとに地球を一周させるようにエイリアンが調整したかもしれないということなんです。あるいは神でもよろしい。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!現在は2019年2月23日ということになりますが、この動画を作ってすでに6年になります。で、ピタゴラスですけども、ピタゴラスはどうやら周波数という概念を持っていたようです。その証拠はラファエロがアテネの学堂の絵の中に描いていますが、それはさておきですね、ピタゴラスは周波数という概念を持っていたと私林浩司は判断しています。それから生まれたのがピタゴラス音階ということになりますが、それについても別のところで論じましたので、ここでは省略します。ともかくもですね、周波数の中でですね、ちょうど1オクターブ違うと、波形が合うわけですね。つまり心地よい音となって重なるわけですけども、その1オクターブプラス1周波数違うとですね、ちょうど1周波数違うと1秒で1回うなりが生じます。例えば 1000Hz 対 2000Hz であれば、これは1オクターブで音が重なります。ところが 1000Hz と 2001Hz ですと、ちょうど1秒ごとにワンワンワンといううなりが生じます。これはどの場合もそのようなうなりが生ずるということが分かっています。そして気温あるいは気圧にかかわらずですね、1Hz 違うとですね、1秒につき1回のうなり音が出るということが分かっています。つまりピタゴラスはですね、そのうなりを知ることによって1秒という秒数を知っていたのではないかということになります。で、その1秒を基準としてですね、1秒を60倍したのが1分、
さらに60倍したのが1時間。さらに 6×4 倍したのが24時間イコール1日となったというわけですけども、ここで偶然にしてはありえない偶然が起きるということになります。ちょうど地球もですね、その86400秒で1回転するということになるわけですね。つまり1秒から86400秒を積み重ねたのが1日。しかし同時にこの地球はですね、86400秒で1回転する。まあ、つまり偶然ではありえない偶然ということになるわけです。しかしそれこそまさに宇宙の大法則ということになります。つまり宇宙の大法則がこの地球の自転の秒数にも重なっているということになります。ではその宇宙の大法則とは何かということになりますが、それは物理学の世界でいう動機であると説明されています。その動機について説明する前に、まずこの太陽系においても、まあ、偶然ではありえない偶然で惑星が運行しているということを皆さんにも分かっていただきたいと思います。水金地火星まで調べてみました。地球はもちろん24時間で一回自転します。上から水星、金星、地球、火星です。それらの自転日数を並べてみるとこうなります。60という数字、さらに 6×4 という数字が並ぶことに注意してください。これも偶然なんでしょうか？まあ私たちは1秒を60倍したのが1分。1分を60倍したのが1時間。1時間を24倍、いわゆる 6×4 したのが1日だというふうに、まあそういった常識を持っていますが、本当にそうでしょうか？私は逆ではないかと思うんです。もう一度地球を見てください。86400秒で一回転します。水星はさらにその60倍の秒数で 1回転します。金星はさらにその水星の4倍の秒数で1回転します。火星は地球と同じです。もう一度表にしてみます。上が、一番上から水星、金星、地球、そして火星ですね。数字に細かいエラーがありますので、この数字を鳴らして、そして表にしたのがこれです。比べてみてください。60、60、60という数字が並ぶことに皆さんお気づきになると思います。さらにですね、水星は2回公転する間に3回自転します。その比率は正確に2対3なんですね。ご覧の通りです。わかりやすく図示しますと、まずこの水星がですね、自転します。ぐるっとこれで1回自転したんですね。今度は2回目の自転に入ります。ちょうど3分の2ずつ回るわけです。そして、公転を2回終える間に、水星は正確に3回自転します。これも偶然なんでしょうか？木星です。木星には、まあ、たくさんのね、衛星が、まあ、月がありますけども、その中でも代表的なのがイオ・エウロパ・ガニベデ・カリストなんですね。以前にも精査しましたけども、ここでは、軌道周期というものについて、もう一度簡単に触れてみます。これらの数字を直しますと、18、36、72という数字が浮かんできます。これらは 6×3、6×6、6×12 となります。このように数字が並ぶ現象を、物理学の世界では、動機、動機という言葉を使って説明します。その動機についてこんな興味深い実験がありますから皆さんに紹介します。
この実験の中で注意していただきたいことはですね、最初はバラバラに揺らされたメトロノームがですね、わずかな動きを感知しながらやがて同期して同じように動き始めるという点です。つまり宇宙、太陽系の惑星並びにということになりますけども、そうした諸々のすべての動きはですね、こうした動機によって同調する、あるいは調和するということになるというわけです。そこでこの太陽系を見てください。太陽は周りをですね、水金地下木土天海冥プラス1の惑星がですね、ぐる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 と回りながら、時速7万キロで太陽自身もですね、この宇宙を移動しています。そして630万年ごとに水金地下木土天海冥はまた元の配列に戻ります。わかりやすく言いますと、太陽系の一周期は630万年ということになるんですね。それに1年の360をかけますと、こういった数字が出てきます。さらにそれに8万6400秒をかけますと、ここで出てくるのが、ニネベ定数、定数なんですね。195兆9552億という数字なんです。太陽系は630年ごとに一周する。それを360倍したのし、さらに86400秒かけたのがニネベ定数というわけです。繰り返しになりますけども、195兆9552億、すなわち60の70をかける70なんですね。このニネベ定数がですね、乗数がですね、ごめんなさい。なんと、シュメールの近く、イラク、バグダッドの近くのニネベというところで見つかったのですね。その粘土板に、この乗数が書き込んでありました。どうしてそんなことをですね、古代のシュメール人たちが知っていたかということになります。この銀河系及び太陽系、そして私たちの生活すべてがですね、宇宙の大法則によってコントロールされているということです。銀河系もゆっくりと回転しています。それが2268、10の5兆年です。そしてその周りを太陽が回りますが、2268×10 の6日でちょうど一周します。そして太陽系の惑星がですね、36回周期を繰り返すとちょうど
銀河系の周りを一周するということになります。逆に計算すると太陽系は630万年ごとに元の姿に戻るというわけです。つまり太陽系は630万年ごとに元の姿に戻るわけですけれども、それに1年の日数 60×60 イコール360日をかけると2268という数字が出てきます。一方銀河系は 2268×10 の5兆年ごとに一周します。ここで数字が一致します。ここで銀河系を包み込む壮大な法則が生まれます。2268という数字に注意してください。さらに言えば630万年 ×36 イコール2億2680万年となり、銀河系の一周期となるというわけです。こうした現象を物理学の世界では動機という言葉を使って説明しますが、その動機の向こうにある法則、つまりそれこそが宇宙を支配する宇宙の大法則ということになるのではないでしょうか。まさしくそこは奇跡の世界ということになります。で、あのアインシュタインはこう書き残しています。この世の中のものは全て奇跡か、あるいはそうでないかの2つの択一的な生き方しかないと、つまりこの世の中全ては奇跡で成り立っているというわけです。そしてその奇跡は今のこの瞬間の1秒1秒から始まっているということになるのではないでしょうか。Stephen M. Greer writes as follows. As I stated, the ETs have made it very clear that the entry ticket for human civilization to become interplanetary is first and foremost to be civilized, to live together peacefully, to renounceweapons of mass destruction and to go out into space free of weapons system with a consciousness of universal peace. 私がすでに述べたように、外惑星人は次のことを明確にしている。つまり人間文明が外惑星人になるためには、まず最初にしてかつ最大に、皆が平和に一緒に暮らすために人間自身が文明化することである。そのためにも大量破壊兵器を放棄し、宇宙の平和を守るという意識を持って宇宙に
武器システムを持ち込んではならないということである。War in space to replace war on Earth is not evolution, but cosmic madness. A world thus united in fear is worse than one divided by ignorance. It is now time for the great leap into future, a leap that moves us out fear and ignorance and into an unbroken era of universal peace. This is our destiny. It will be ours just as soon as we choose it.地球での戦争を宇宙を舞台にした戦争に置き換えるなどということは進歩と考えてはいけない。狂気の沙汰である。このような恐れに結びついた世界は無知でバラバラになっている個人よりたちが悪い。私たち人類は未来に向かって大きく飛躍する時である。つまり恐れと無知から抜け出て宇宙平和という未体験の時代に突入する。それが私たち人間が目指すべき運命である。そしてそれは私たちがそれを選択するや否や今すぐ私たちのものとなる。 Seven and Greer by 広志林Hamamatsu City, Japan.